はいどうも、石川県の金沢を中心に全国そして世界を飛び回り、笑いとスピリチュアルの融合、そして目に見えない世界の見える化を推進しているチャンネルは竜です。どうも。はい、えー、今日もですね、えー、何かしらお話ししていこうと思いますけども、えー、今日はですね、えー、私がまあ今までに体験した超常現象の一つですね、を、えー、お話ししようかなと思うんですけど、 まあそうですね。そうですね。あのー、まあ、えっと、いろんな、まあ、生世界というかね、えっと、まあ日本に限らず、まあ海外の方に、えー、行ってエネルギー調整とかもすることがあるんですけども、あのー、行く場所でですね、あの、虹がよくかかるっていうのはありますね。はい。なので、 あのー、まあ、空にね、えー、西雲って言って、あの、虹がかかった雲、えー、があるんですけど、ああいうのはよくかかったりとか、あと、ま、実際の、あの、虹ですね、レインボー、えー、はよくかかる。うーん、かかりますね。 はい。まあ、これが超常現象なのかって言われれば、また、えー、別の話かもしれないですけども、でも虹の出る確率は異様に高い、えー、ですね。なので、まあ、えー、と言い方を変えれば、まあ、頂現象という言い方もできるのではないかな、ということで、えー、お伝えしました。はい。ということで。 はい。こちらですね。今、えー、LINE でチャンネラー竜と友達登録して、友達になってくださいという、えー、キャンペーンをやってます。今、不動明王のパワー付き画像をプレゼントしてます。あとは、えー、私の、えー、ホームページ、えー、あとアメブロもこの動画の下に、えー、リンクを貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。えー、ということで、チャンネラー竜でした。